先は表面と裏面とあります。牡蠣の貝柱は真ん中のこの辺に少し上のあたりについているので、表と裏の間のところに入れます。でそうすると、はい、入りましたので、あとはこの貝柱の沿って、はい、開けましたので、あとはこのまず貝柱の上と下を外していきます。上の方をまずは離していきます。はい、外れました。あとは同じように下の方も剥がしていきます。あとは水で細かい殻な異物など取り除いてください。あまり洗いすぎると牡蠣の旨味が逃げてしまうので、洗いすぎに気をつけてください。このね、綺麗に洗います。これで完成です。